えー、30代前半、総計卒大手金融に勤める独身男性です。20代の頃は恋人もいたのですが、ここ2、3年結婚と遠投句そろそろ結婚したいと思っています。えー、スペック的には結婚に困ることはない高くて言うのですが、内心男尊女卑の考え方が強いところがあり、夫を立てて欲しいと思う節があるところは友人からも指摘されます。こうした点は致命的な問題だと思いますが、また何が問題なのでしょうかえっと、相手の人が、その女性がどう考えるかで、 あの、その、九州出身の女性って、男尊女卑が当たり前だと思っちゃってたりするんですよ、ね。要は、その、ある程度九州って、そのなんか、あの、男性を立てる文化だよねっていうのは薄さあるんですけど、結構それがその、根に染みちゃってて、あの、完全にその平等であるというのはならないのが当然だよね、ぐらいに思ってたりするので、なので、あの、九州の女性を積極的に探すといいんじゃないかなと思います。